バスケットボール女子日本代表。バスケットボール女子日本代表。女子日本代表は、日本バスケットボール協会によって編成される、女子バスケットボールのナショナルチームである。愛称は、赤月5、赤月5。オリンピックには、過去4回、ワールドカップ、旧世界選手権は1964年の、初出場以来1986年と2006年を、除きすべて出場している。 日本女子バスケが世界レベルの大会に初めて参加したのは1964年世界選手権で、この時は三菱電機の単独チームとしての出場であった。次の1967年世界選手権は混合チームとして出場。5位入賞を果たし、横山麻子が大会ベスト5に選出された。黄金期は1970年代からであった。 日暮平野の尾崎正俊監督のもと、忍者ディフェンスとマフハ攻撃を武器に身長の高い相手に立ち向かい、1974年テヘランアジア大会で金メダルを獲得、そして1975年にコロンビアで開催された世界選手権ではアメリカなどの競合を退け、準優勝の快挙を成し遂げるとともに、幾井恵子が MVP と得点王の2冠を獲得した。 女子バスケットボールが初めて採用された翌1976年のモントリオールオリンピックにも出場した。だが、モントリオールオリンピック後は、世界の女子大型化の波が押し寄せ、小崎監督の退任や世代交代の失敗も重なり、成績は下降戦をたどりオリンピックから遠ざかると、共に世界選手権など国際大会での順位も落としていった。 アジア選手権ではしばらく3位以内を維持していたが、1986年、アジア選手権では4位に終わると共に初出場以来、続いた、それまでの世界選手権属出場も6でストップし、日本女子バスケはどん底まで落ちてしまった。1990年にシャンソン化粧品で実績を積み上げた中川文一ヘッドコーチが就任し、1992年、 バルセロナオリンピック1994年世界選手権での中国の連続銀メダル獲得に伴うアトランタオリンピックアジア枠拡大とアジア予選の日本開催という恩恵もあり1995年アジア選手権で3位に入り20年ぶりのオリンピック出場を果たした本大会では予選リーグで中国とカナダを撃破準々決勝では 敗れはしたもののアメリカと93の108の大接戦を演じ、7位入賞となった。1998年世界選手権では、アジア最高位かつ1979年以来の一桁順位となる9位に入り、バンコクアジア大会でも2度目の金メダルを獲得、第二の黄金時代を予感させた。1999年に、それまでチームを引っ張ってきた、萩原美希子が引退。 シドニーオリンピック予選を兼ねる、同年のアジア選手権では優勝して、本大会出場が期待されたものの、韓国に、決勝で65の68の赤杯を喫し連続、出場はならなかった。その後、北原則彦ヘッドコーチに交代し2002年世界選手権に、出場したものの13位と、惨敗。2003年にジャパンエナジーの内海地州が、ヘッドコーチに就任した。 2004年、アテネオリンピックのアジア予選では、内海の教え子で、当時20歳の大上優子を大抜擢した。出場権のかかった、準決勝にて同じく教え子である、矢野良子が34点を取る活躍で因縁の、韓国を延長の末に激走に大会ぶりの、オリンピック出場権を獲得した。しかし本大会では、予選リーグで1勝しか上げられず10位に終わった。 大会後代表の主力選手が多数引退し加えて内海ヘッドコーチが体調不良のため辞任したためその公認選びが難航を極めた結局これらが影響して2006年世界選手権出場権を逃したその後内海ヘッドコーチが復帰するものの日本開催の2006年男子世界選手権の 赤字をめぐる日本協会の内紛に巻き込まれ、代表活動にも影響をきたした。日本協会の JOC 会員資格停止により、北京オリンピック出場権を獲得しても出場できない可能性もあったが、最終的に特例措置により認められる方向となった。北京オリンピック世界最終予選では、グループゲームラウンドを突破したが、ノックアウトラウンドで、チェコ、キューバに連敗し、 出場権を逃した。予選後、内海は責任を取り代表ヘッドコーチ職を辞任した。2009年、日本協会の体制が一新され、新規一点を図るために代表選任の条件で、中川がヘッドコーチに復帰した。2010年世界選手権は、アジア予選会を兼ねるアジア選手権が、W リーグ開幕直前に延期なるアクシデントに、見舞われたが、3位決定戦で、 チャイニーズタイペイを下し、中川大成のもとで出場権を獲得した。本大会ではベスト8を目標に掲げて挑んだものの、直前になって、キカ選手がナショナルチーム資格に抵触して出場が認められず、追加招集もできなかったため、一人書いて望まざるを、得ず二次リーグで敗退し10位に終わったが、試合内容を見ると、格上のチーム相手に接戦。 延長戦を演じ個人成績でも大見和が得点王1試合平均得点制で日本初、吉田麻美もアシストを獲得するなどロンドンオリンピック及び2014年予選試験へ向けた課題のみならず大きな収穫を得られた大会となった2011年8月ロンドンオリンピックアジア予選を兼ねて開催されたアジア選手権では3位となり世界最終予選に回ることとなった 12月になって日本協会は中川ヘッドコーチを解任し、公認のヘッドコーチに JX を優退して再登板の内海が就任した。コーチにトヨタ自動車 HC の定海一と電装 HC の小島博史23と W リーグ上位チームの HC を据える体制を敷いた両コーチは最終予選終了まで帯同。世界最終予選では グループリーグを2位で突破して、逸話決定戦に進出したがチェコに赤敗した。敗者復活トーナメントで、韓国に対象し最後の1枠をかけた、カナダ戦に挑んだが第1級で10点差し付けられ、第2級以降を巻き返すも及ばずに大会連続で、オリンピック出場を逃した。2013年11月に、バンコクで開催されたアジア選手権では、 予選リーグから決勝まで全勝で22大会43年ぶり2回目の優勝を達成、トカシキライムが MVP に選出された。2014年は世界選手権とニ川アジア大会の開催期間が重なるため、後者は若手主体で臨んだ。世界選手権では、性 p g の吉田を故障で書いた上、強豪のスペイン、チェコ、 ブラジルと同組となり3連敗で敗退した。2015年は吉田が復帰、8月29日から9月5日にかけて、中国の武漢で開催されたアジア選手権兼、リオデジャネイロオリンピック予選では、予選リーグを5戦全勝の1位で突破すると、準決勝の台湾戦は65の58で、決勝の開催地、中国戦は85の50で勝利して、 アジア選手権2連覇と3大会ぶりとなるオリンピック出場権獲得を達成した。MVP もトカシキが2大会連続で受賞した。2016年8月6日から21日にかけて開催されたリオデジャネイロオリンピック本戦では予選リーグで日本はベラルーシ、ブラジル、トルコ、オーストラリア、フランスと同組となった。日本はこの組で 世界ランキング16位と一番下であったが、初戦のベラルーシ戦を77の73で制して、白星スタートを切ると、開催国、世界ブラジルとの2戦目もも82から66で、快勝手に連勝した。3戦目のトルコ戦は62の76で、完敗したが、他の試合の結果により、日本の決勝トーナメント進出が決定した。4戦目、 世界ランク2位のオーストラリア戦は3級終了時71から59と12点のリードを奪っていたが、4級に逆転を許し86から92で敗戦した。しかし、最終5戦目の世界ランク4位のフランス戦は79の71で勝利して、予選リーグ3勝2敗と勝ち越した。フランス戦の結果によっては、予選2位の可能性もあったが、得失点差により、 予選4位となった。この結果により、準々決勝は、オリンピック後連覇中の世界1位のアメリカと対戦した。日本は前半は46の56と検討した。ものの、後半アメリカに突き放され64から110で、リオを終えた。2017年、東京オリンピックのメダル獲得を目標に掲げ、JX、エネオスヘッドコーチのトム・ホーバスが就任する。 7月、インドバンガロールで開催されたアジアカップ、旧アジア選手権に出場。予選ラウンドはグループ B でフィリピン、韓国及びオーストラリア、本大会からオセアニアの国もアジアカップに参加。と、同組となり、フィリピンと韓国に勝利したもののオーストラリアに負け、2勝1敗の2位で決勝トーナメントに進出。 準々決勝で A 組3位の台湾を73の54で、準決勝の A 組1位中国戦は74の71で勝利し、決勝に進出。決勝では、オーストラリアと再び対戦して74から73で勝利。準決勝以降は怪我で首相の吉田を書いていたが、大会3連覇を達成した。日本バスケットボール協会、ジャワにより、2011年に、 男女日本代表チームの愛称の一般公募を行い、公募作品の中から男女共通の愛称として、ハヤブサジャパンを選定して発表し、2015年まで使用していたが、女子日本代表が2015年バスケットボール女子アジア選手権を制覇し、2016年リオデジャネイロオリンピックへの出場が決定したことにより、川ブロージャバ会長が、 女にふさわしいネーミングにするべきだと表明。これを受けて2016年から、赤月5、赤月5に変更された。2017年7月23日に実施されるファイバ、アジアカップの代表選手をまとめる。男子同様、国籍以外で特に制限のないナショナルチーム、A 代表の他に、年齢の上限が設けられた大会に派遣される、いわゆる年代別代表も存在する。 2015年大会も出場権を獲得していたが、日本バスケットボール協会がファイバより資格停止処分を受けたため、出場権を失った。上位に入ると、翌年の U19 世界選手権の出場権を獲得。上位に入ると、翌年の U17 世界選手権の出場権を獲得。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。